ナミさん、280円突破、まずはおめでとうございます。ゴールドラッシュってものが過去アメリカにあったとしたら、今私たちはそのゴールドラッシュをもう一回ね、踏襲してるのかもしれませんね。確かにプレセールで買った10万円十数万円忘れちゃいましたけども、まあ10万円か20万円で買ったと思うんですよ。それがですね、現在なんと280円になっているというね、 0.2 円からズバッと280円。これはだから1000倍以上と言ってもいいんじゃないですかね。つまり10万円が1000倍なら1億円になってるってことなんですよ。いや、これをね、この時代に目の当たりにするとはね、思っていましたけども、まさにそこにナミさんがね、いらっしゃると。まあ私もそうかもしれませんけども、なんと言いますかね、多分人類史上最も多くの人が億という単位に一瞬で手が届いた、そんな時代が今日本に来たんじゃないかなと思います。そうですね、2014年か2015年にこのセールスを受けて、わけもわからず購入した方、10万円単位とか、まあ100万円という単位で買った方も、まあ何十人かいらっしゃったと思いますけども、すべて10億り人10億円以上の億万長者ですね。まあ納税頑張っていただきたいと思いますけども、だいたい半分ぐらい持ってかれちゃって、翌年にはね2割ぐらいが予定納税でいくんで、だいたいね 80% は取られちゃうということで、10億円送り人も2億円しか残らないということなんでね、その辺は税金の調整をうまくしながら進めていただきたいと思いますが、まあ何にしてもね、私たちの悲願であったカルダノがついに火を吹いたということでございます。途中ね、スピンドルコインとかノアコインとかなんかいろいろありました、クローバーコインとかね。まあそのコインがどうなったのか、どういうものだったのか私はよくわかりませんけども、とにかく私たちが一点集中と言ってもいいぐらい、これだと思ったカルダノエダは私たちを運んでくれたわけなんですよね。それからまだ私はね、これ序の口だと思うんですよ。ね、確か2016年17年あたり、私カルダノエダを強烈に進める動画を撮りながら、その時に買った方は多分、おい、値下がりしちゃったじゃないかとか言ってね、怒ってたかもしれません。いや、実際私ね、金返せって言われたんですよ。カルダノエダいけるって言うから買ったけども、どうしてくれんだみたいなね、もう嫁の貯金も使ったよみたいなね、おい、離婚だとか言ってましたけどね。どうですかね、今当時買われた方も今は億万長者、大億万長者ですよ。で、先日ね、あの時はすいませんでしたっていう方がね、いらっしゃってですね、なんか菓子折りを持ってきましたけどもまあそんなことは気にしなくていいんですよ。ナミさんね、やっぱり投資っていうのはドラマですから、ホール見たことがじゃないんですよね。私も分からなかったです、ここまで値段が上がるのは。ただ期待はしていたんですよ、依存はしていなくてもね。で、期待はしていたんですけども、カルダノエダがもしね、自分の望み通りにならなかったらってことを考えて、ビジネスなりアフィリエイトなり FX なりコンテンツ販売なりネットワークビジネスなりたくさんやってました。全ての分野で一定の利益を上げましたけども、もう強烈に突き上げたのがね、これですね。私はインターネット革命といいますか、インターネットビジネスという波に乗ってアフィリエイトで3年間かかりましたけども、1億円を手にすることができました。そこで今までの生活を帳消しにして新たにスタートすることができたんですけども、これからはですね、通貨革命、暗号通貨によって新たなる資産を築いて、これは未来への挑戦に使わせていただこうかなと思いますね。ただね、私暗号通貨のこととか投資のことをやっぱりね、語れるほどには分かってないなと思いました。なぜならここまで大きくブレイクすることを体の間ね、確信は思わなかったんですよ。そうなればいいなぐらいだったんですよ。ですんで、よくね、たまたま体の買ってた方が、いや私はね分かってましたとかね、投資は私に任せてくださいって方いらっしゃいますけども、あんまり大口叩かない方がいいのかなと思っておりますね。まあ私の場合は本当たまたま運が良くって、皆さんのおかげでここまで来れましたんで、これからクラウドファンディング事業ね、速稼塾マネーの虎はじめ、いろんな形で多くの方にこの利益をね、分配お返ししていこうかと思う所存ですね。まあ体の枝ね、2円5円10円で買った方ももういいでしょう、ここまで上がれば。2円5円10円で10円で買った方でもね、ね、20倍、24倍になってるわけですから、大儲けですよ。おめでとうございます。ということでね、ナミさんも本当に良かったですね。私たちは一緒に同じ道を歩んできて、今その果実を摘み取ろうとしてるわけですね。刈り取るか、刈り取ろうとしてるんですね。摘み取るって言ったらね、持っていかれるみたいで嫌ですね。刈り取るわけなんですよ。収穫の時が訪れました。あとはどのぐらい大きく育つことを待つかですよね。それでは今回は以上でございます。ナミさん
ありがとうございます。おめでとうございます。